通り抜けてしまう。でもこれ直接行ったら刺さりますよねなんかこの螺旋状のやつがさ、お祭りのくじ引きの景品とかでさ出てくる服とピョロロロって言いながら、あ、違う、音が出るやつじゃないな、振ると絞って伸びるやつかな、そっち系を思い出すな。おっとダメでしたね。ん？タイミングか？呼吸ですね。なんかの鼻かな。しかし、お、異物を入れたらスボー。鼻から出された。助かったぜ。おー、ここ背景めっちゃいいな。ん？ちょっと何いじってんの？プシュー飛んでった。そしてポットさんにイン。ニュルニュルニュル。あれ卵だったのかな。絶対これ吸われちゃうやつでしょ。こん中入ってた方が安全だったんじゃ。うん、ダメですねここは登れそうだ。こいつなんだろう。かわいいな。電球みたいだね。ほれんどこがクリックポイントだ。お、なんか上の方に、よいしょ。足のマークがついたんで、パタ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 。いい気球だ。そんでこの迫り来るやつを、えい。あ、やめてください。死んでしまいます。絶妙に外す。当たってもダメだ。おーっとウィークポイントないのか。もう逃げるしかないか。やめてくれメンス。ちょっとチュラがあえいちゃったよ。なるほど、これ口を開けてるときに叩き込んでやればいいんだな。そろそろ来るだろう。おーっと、2匹目。口を開けて。はい、あーん。はい、あーん。はい、あーん。あーんして。あーんしないよ。あーん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 。ここ大変。暗いな。うにゅー。かわいい。はい、あーん。はい。俺からあーんしてもらえなんて、運のいいやつだな。高いぞで、こいつにも食わせてやると。痛いから、これでさっきの逆ポットのところに俺も入っていく。そういうわけね。あ、中で作業してる。コンコン。卵というより、こんにちは。中で作業するから追い出したのかな。あれ、中に入っちゃうとクッキーを射出できない。外側からこの蒸気が出てるから、クッキー投げ入れて止めちゃいましょう。スポッ。これで中が蒸し焼き状態になってるかな。気にせず作業を続けてるね。ちょっと出せたけどダメだ。あー変わらずだな。んでもやっぱりここに、あ、なるほど、着地すればいいのか。惜しい惜しい。入りまーす。スポッブー。蒸気で膨らんで、あ、これで蓋ができるってわけね。ちょっと隙間があったからね。こいつで塞ぎつつ、でこっちも蓋をするだよね。くらえ。うん、なんだか暑いな。うんうん。お、弾き出されると思いきや、うー、バタふー、ツンツン。やめてくれ、やめてくれよ、やめてくれよ。頑張れ頑張れ。負けるな負けるな。あーダメだ。押し込めない。わあ、子供たちもいっぱい来ちゃった。ツンツンツン、やめてください。あ、違う、子供たちがあれか、クッキーを食わせたから。桃太郎印のきびだんご並みに、やっぱあれかな、巣があって追い出されちゃってちょっと怒っていた。でまあ、おお、ご飯をあげたから一応味方になったっていうか、まあ、巣を取り戻そうとね、協力してくれるって認識したのかな。なので手伝ってくれたと。いい協力プレーだ。そして燃え下がってる燃え下がってる。これは何だろうね、紙で作ってるのかな確か。お、ぴょん。火とか水の表現も紙で、すごいな。そしてチュラがそこを塞ぐの。ぺったんこ。でもそしたらお前の体はどうなってしまうの。ぺっとん。ああ、暑かったんだにゃ。めちゃめちゃやけどしたんだにゃ。チュラが真っ黒焦げに、あ、もともと黒いわ。おお、乗り物。え、今までくれたクッキーを返せ。食わせるとかじゃなくて、それで着付けをするっていう、何かしらのエネルギー体なんだろうね、あのクッキーは。そして消滅し、お、ああ、あのカフェのあたりにいた人たち、新たな太陽、そのお魚を操ってなんか食わせてね、世界から太陽をなくしちゃって、おお、さらに大きい人。あの黒いやつを食ってくれた。悪時期だな。つぶらな目、なんだろうこいつは、ドラゴンとかかな。ペパチュラ、もしかしてこれで終わりか。でも文字はなくてもわかるね、ストーリーが。多分この世界の太陽を取り戻すお話だったのかな。タイトル来ちゃった。これでコンプしましたと。なるほど、この途中からチャプターごとに好きなとこからやれるよっていうモードなんだね。でこれがおそらくデータを全消しってわけじゃないか、タイトルに戻るだけかな。一番右のがゲームを閉じるやつで、これはアート作品だったね。ゲームとしてはすごく短いけども、この世界を楽しむ、見て楽しむ、もはやゲーム性はおまけとして考えてもいいぐらいだったな。マウス1本でできるからすごい簡単だったし、とても良い雰囲気のゲームでした。最初にも言ったけど、これが全てね、現実の紙と光でできているっていうね。ゲームとしては短いって感じるけど、ただこのアニメーションを作るのにとんでもない時間かかってるだろうからね。いや、いい雰囲気のゲームでした。というということで、ペパチュラ実況プレイこれにて終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。はい、じゃあ電気を消しておやすみなさい。